ジャグレな、どうしたよケン、そんなに慌てちまって。エデンが聖帝軍に襲われている。聖帝軍だと？クソ、奴らとうとう動き出しやがったか。俺たちがエデンから離れている時に襲ってきやがるなんて。すぐにエデンに戻るぞ。呪文の修復はまだ間に合ってねえ。今襲われたらひとたまりもないぞ。
エデンの中に侵入してやがる。ケン、片付けるぞ。ああ、てめえら。ジャグレー隊長、すみません、我々では
聖帝軍の侵攻を食い止められませんでした。なことはどうだっていい。貴様は無事か。申し訳ありません。貴様様は聖帝に連れ去られてしまいました。何貴様が心配だ。急ごう。ケン、二手に分かれよう。その方が早く聖帝の野郎を見つけられる。分かった。じゃあ俺は東側から探していく。ケンは西側から探してくれ。ああ、気をつけろよジャグレ。お前もな。エデンの中はきっとどこも聖帝軍だらけだ。
ここが貴様の墓場だ。残骸剣こいつらの親玉はどこに行った？あんた、聖帝軍じゃないのか？ああ。なんだよ、安心したぜ。聖帝だったらここから来た。陥落エリアとか言われてるところに向かったぞ。ただ、追うのは少し難しいかもしれないな。行く気か？ああ。だったらあっちに行くべきだな。炎の中を突っ切ったら無傷ってわけにもいかないだろう。あっちの方がまだ火が弱くてマシだと思うぜ。それと行った先で何が待ち構えているかわからない。バザールで準備してきた方がいいと思うぜ。そうだな。